岩崎弥太郎、岩崎弥太郎、岩崎弥太郎、天保五年十二月十一日、1835年1月9日、明治十八年、1885年2月7日は、日本の実業家、三菱財閥の創業者で、初代総帥、明治の動乱期に成長として、距離を得た、最も有名な人物である。忌名ナワ後にあと号は東山。 別名を、土佐や全米。やたろうとも書く。1835年1月9日、土佐国秋軍、井ノ口村一宮、現在の高知県秋市、井ノ口光一の宮の地下浪人、岩崎矢次郎と三輪の長男として生まれる。岩崎家は甲斐、武田家の当主、武田信光の伊豆尾岩崎信隆、武田七郎が、甲斐の国山梨東等 東八代郡岩崎、現、山梨県甲州市勝沼町を本拠に、岩崎市を称し、家門も武田美市に由来するという伝承がある。岩崎家はその末裔と称した、信広の第二、秋市、長祖壁市に仕え、関ヶ原の戦いでの功が認められた山内市、入国後は三夜に隠れて農耕に従事し、江戸中期に公使として、山内市に仕えた。 天命の大飢金で一揆が起きるなど混乱し、八太郎の曽祖,祖父の代に、豪子の資格を売り、地下浪人となった。おばがと継いだ、岡本康浦について学んだ。安政元、1854年、江戸詰めとなった奥宮造祭の従者として、江戸駅、昌平座科学文書教授、浅香盆祭の宮間塾に入塾する。筆頭塾生は、親戚の岩崎馬之助だった。 安政2年、1855年、父親が主席での商屋との喧嘩により投獄されたことを知り帰国。奉行所に訴えたが、商人は商屋の味方をした、不正をまかり通すがが,が、奉行所かよと訴え、壁に墨で、勘は賄賂を持ってなり、獄は愛憎によって決すと対処したため投獄された。この時、獄中で同房の商人から、三術や商法を学んだことが、後に、 商業の道に進む起源となった。出国後、村を追放されるも、安政五年、1858年、当時撤居中であった、吉田東洋が開いていた、少林塾に入塾し、後藤昌次郎らの地遇を得る。東洋が賛成となるとこれに使え、藩囲の一員として、長崎に派遣され、新潮の海外事情を把握するためであった。イギリス人やオランダ人など、 偉人と通訳を介して、丸山加害で誘導し、資金がなくなり、帰国するが、無断帰国であったため悲鳴され、官職を失った。この頃、27歳で八太郎は、借財をして、合資株を買い戻し、長岡郡三和村の講師、講芝茂春、現場の自助規税をめとる。吉田東洋が、竹市半平太郎の勤労等によって暗殺されると、 その犯人の探索を命じられ、同僚の井上沙一郎と共に、藩主の江戸参勤に同行する形で、大阪へ赴く。しかし、必要な届け出に不備があったことを咎められ帰国。竹市はじめ派の残言によるものだった。尊能上位派が勢いを増す警犯での捕獲業務の困難さから任務を放棄し、無断帰国したとも言われる。この直後、大阪にいた井上や広田昌司は、 岡大蔵らによって暗殺された。帰国後、八太郎は農事に精を出した。慶応元年、1865年、勘有林払い下げ許可が下りた。慶応三年、1867年、吉田東洋門下の福岡当時に同行を求められ、長崎へ行く。その頃、土佐藩は、海正館長崎商会を窓口に、欧米商人から船舶や武器を輸入したり、 木材や小農、鰹節など半物産を販売しており、吉田東洋の老いの古藤翔二郎が太郎に主任を命じた。貿易商人、ウォルシュ兄弟や武器商人グラバーと取引し、維持後グラバーは三菱に雇われた。坂本龍馬が脱藩の罪を許されて、亀山社中が会援隊として、土佐藩の外閣機関となると、判明を受けたいの残務整理を担当した。 茅やの外に行った八太郎は、後藤昌二郎に転勤を頼み、明治元年、1868年、改正館大阪出張所、大阪商会に移る。明治政府が、繁栄事業を禁止しようとしたため、明治2年、1869年10月、土佐藩主の、林雄三は、海運業師商者として、土佐改正社、後の99、つくも商会を立ち上げた。 代表は、海援隊の土一太郎と、長崎商会の中川亀之助、八太郎は、事業監督を担当した。明治3年、1870年には、土佐藩の小三寺に昇格し、大阪判定の責任者となり、英語習得を奨励した。私服を肥やしていると疑われ派遣された、内定の石川七財を勧誘し、紹介に入れた。明治4年、 1871年の廃藩地県で、八太郎は、土佐藩官職位を失ったため、99商会の経営者となった。99商会は、藩船三席払い下げを受け、火客運行、河野池や、千屋に提当として抑えられていた、藩屋敷、現在の大阪市西区堀江の土佐稲荷神社付近を買い戻した。当時、外国船は、日本の国内航路にまで進出しており、 明治政府は、改装会社を設立し幕府所有の蒸気船を与えたが立ち打ちできず、また三井、河野池、小野組などに設立させた、日本国郵便蒸気船会社に、諸般から取り上げた蒸気船を与え、運行助成金も支給したが、はかばかしくなかったのに対して、99紹介は、高知、神戸航路、東京、大阪間の輸送で上げ仕様だった。 明治5年99商会は三川商会となったが、代表は川田小一郎、石川七在、中川亀之助で八太郎の権限は曖昧、不分明である。明治6年1873年、三菱商会へ社名変更し、明治7年本店を東京日本橋の南茅場町に移し、三菱蒸気船会社へ社名変更した。この時、 土佐藩主三内家の山陽柏門と岩崎家の三階美子門の家門は広く知られる三菱のマーク3ダイヤを作った。また、岡山県の吉岡銅山を入手した。八太郎が距離を得るのは維新政府が樹立されて紙幣貨幣全国統一化に乗り出した時のことで各藩が発行していた藩札を新政府が買い上げることを事前に察知した八太郎は 10万両の資金を都合して、反殺を大量に買い占め、それを新政府に買い取らせてば巨大な利益を得る。この情報を流したのは新政府の高官となっていた、後藤昌次郎であり、今でいうインサイダー取引であった。八太郎は、最初から政商として暗躍した。明治7年、台湾出兵で、政府は、軍事輸送を、英米戦会社に依頼したが局外中立を理由に、 拒否され、日本国有便上帰船会社も、軍事輸送の間に、三菱に顧客を奪われることを恐れたため、躊躇したため、三菱が引き受けた。政府は、外国船13隻を購入し、運航を三菱に委託した。明治8年、日本国有便上帰船会社は、解散に追い込まれた。日本の内外航路を独占していた、欧米の汽船会社を駆逐するため、 横浜・上海間に航路を開いたが、米国のパシフィックメール、PM 社との価格競争に陥った。政府は、有事の際の徴用を条件に、三菱への特別助成を交付し、日本国郵便上機船会社の船舶18隻が無償供与され、政府御用達の意味を込めて、郵便機船、三菱会社と社名変更した。駅提投、前島ひそかは、 PM 社営業券買取を主張し、三菱は買取に成功した。PM の汽船4隻と関連施設を購入し、PM 関連会社の東西汽船にも金を払い、両社が、以後30年間、日本中国間と日本の沿岸航路に立ち入らない、ことを約束させた。その後、英国 P&O 社が、香港、上海、横浜、大阪、東京間に進出。 新興三菱に反発する顧客を取り込んだが、激しい価格競争の末、三菱は海鮮貨物を担保に貸し付けを行う似せ金融を導入するなど、政府と合同で保守したため、日本からは撤退した。ヤ太郎の依頼で、福沢諭吉が推薦した、正田平五郎が入社し、会社規則で三井住友二内社長独裁を謳った。福沢門下生で三菱に入った者は、 吉川大二郎、山本達夫、日銀総裁、安倍大蔵、明治生命創業がいた。明治政府は三菱に明治、明治八年霊岸島に三菱商船学校が設立、東京商船学校、明治十一年神田錦町に三菱商業学校が設立された。明治年千八百七十七年の西南戦争で政府の徴用に応じて三菱は、 社府に38隻を軍事輸送に注ぎ、政府軍7万、弾薬、食料を円滑に輸送した。鎮圧後、三菱は、金一風や銀杯が貸しされ、戦費総額4156万円のうち、三菱の御用政務運行収入総額は299万円、当期利益は93万円、東京四年度予算庁となり、莫大な利益を上げた。三菱は、 無償供与された、船舶30隻の代金として120万円を、上納した後、買いまして所有六61隻となり、日本の寄船総数の73%を占めた。明治11年、八太郎は、高田藩坂木原家へと屋敷、深川清長の屋敷、駒込の庭園を購入。政府の仕事を受注することで大きく発展を遂げた、八太郎は、 国あっての三菱という表現をよく使った。しかし、海運を独占し政商として傍聴する三菱に対して世論の批判が持ち上がる。農商無教、西郷ぐ道が三菱の暴富は国賊なりと非難すると、八太郎は三菱が国賊だというならば、三菱の船をすべて焼き払ってもよいが、それでも政府は大丈夫なのかと反論した。明治十一年。 1878年、清井坂の変で、大久保利道が暗殺され、明治14年、1881年には、政変で、大隈重信が失脚したことで、八太郎は強力な後援者を失う。大隈と対立していた、井上薫や品川矢次郎らは、三菱批判を強める。明治13年、1880年、東京風帆船の株を買い占め、 東京株式取引場と東京米柄取引株を買収。明治14年、1881年、借金付けの後藤昌次郎支援のため、高島炭鉱を買い取り、長崎造船所も入手した。明治15年、1882年7月には、渋沢栄一や三井財閥の松田隆大倉財閥の大倉木八郎などの、半三菱財閥勢力が、 投資試合共同運輸会社を設立して、海運業を独占していた三菱に対抗した。三菱と共同運輸との海運業をめぐる戦いは2年間も、続き、運賃が、競争開始以前の10分の1にまで引き下げられた。明治18年、1885年2月7日18時30分、八太郎は、満50歳で病死した。八タ郎の死後、三菱商会は、 政府の講演で熾烈なダンピングを繰り広げた共同運輸会社と合併して日本優先となり、後を継いだ弟の矢之助は帝国議会の創立時に天皇から直戦され貴族院議員とな。現在では日本優先は三菱財閥の源流と言われている。母の三和は岩崎家の家訓を残した。弥太郎は年下や後輩におごることを習慣とし、 これを家訓として、岩崎家に残した。岩崎八太郎とその弟、岩崎矢之助、三菱の二代目総帥から始まる岩崎家は、経済界の代表的な名門家系として知られている。三菱の三代目、総帥、岩崎久也は、矢太郎の長男であり、四代目総帥の岩崎小屋田は、矢之助の長男、すなわち、矢太郎のおいにあたる。家紋は重ね三回菱、 八太郎には、多くの子供がいるが、精妻、寄税との間に生まれたのは、長女、春露、加藤孝明夫人、長男、久屋、次女、磯子、木内十四郎夫人の三人のみである。次男、豊渡るは、養子、ジップは、郷純蔵、他の子供は、八太郎と、目掛け、八太郎の死亡当時六人いたとの間に生まれた、子供たちである。なお、八太郎の死後、 着男、久屋が父、八太郎の業績に対し男爵を授けれた。岩崎家の二つの本家は家族だが、八太郎の存命中は、岩崎家は家族に劣していなかった。なお、八太郎の娘婿四人の中から、加藤孔明及び秀原木重郎の二人が、内閣総理大臣となっている。単に財閥家族と血縁関係にあったり、財閥の娘婿というだけの首相は他にもいるが、 財閥創業者の娘子が二人も首相になった例は、他の財閥にはなく、三菱と国家の密接な関係を証明していると言える。孫には、イリエア・イマサ、自重長、エッセイストの妻、君子、エリザベス・サンダース・ホームの創設者、沢田美希、経済評論家の木内信種らがいる。創村には、東山の王子、小祝農の王国の親会社の社長を務めた。 岩崎寛也、岩崎弥太郎家の四代目、当主、寛也の重視で、元ら製造、工学者、東京大学名誉教授の妻、由美子、由美子の妹で、牧原実、元三菱商事社長の妻、菊子、寛也や由美子、菊子姉妹の、また重邸で、地球科学者の岩崎康史 A、熊本大学名誉教授、大英の妹で、鎮税木豊高、康史 A と、 同じく地球科学者、京都大学名誉教授の妻、百合子、大英、百合子兄弟の10枚で、児童文学作家の勝田しつこらがいる。建築家の国広常ジ、国広常ジ武彦と、元衆議院議員、木内高種は、八太郎のヤシャにあたる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。